はいどうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、認知症のリスクとフレイルというについてということで、実際の研究データであったり、文献に基づいた認知症対策というところについてですね、リハビリとケアの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まず、認知症は年齢ですとか遺伝による影響というのもあるんですが、このスライドにある9つがですね、発症リスクを増大させてしまう、いわゆる危険因子ということで言われています。一つ一つ解説をさせていただきますが、まず高血圧があります。これは生活習慣病と認知症は大きな関係があるというところから言われています。それからその時の肥満もそうですし、それから2型糖尿病、後天的な糖尿病、これもですね、やはり同じような形で生活習慣病と関連があるというところからリスクというふうに言われています。それから教育歴、これ正確に中等教育の未就労といいまして、やっぱり教育歴が変わると世帯収入と変わってきます。世帯収入の低さが実は認知症と関連があるということが言われています。あと高齢期における就業ですとか退職年齢も実は関連があるというふうにされておりまして、退職年齢が早い方が実は認知症のリスクが高いということも知られています。それから喫煙、やはり体に悪影響が多いです。脳そのものの機能低下につながりますので注意が必要です。それから聴力の低下ということがあります。これは特にコミュニケーションと関連が深いので、これもリスクというふうになります。それからうつ、特にアルツハイマー型認知症と関連が深くて、やっぱりこれ高齢者は避けるべき課題であるというふうに言います。それから社会的な孤立、これは対人交流の減少は特にこれもですね、大きなリスクというふうになってきます。それから身体活動低下、これもアルツハイマー型認知症と関連が深いというふうにされてまして、やはり高齢者は転倒による骨折などで、いわゆる寝たきり状態などが大きなリスクになってきますので、この辺も注意が必要です。で、これでこの9つの因子で認知症の 35% が実は説明可能であるというのも言われています。なので認知症に備えるために、まず生活習慣を通じてこういうものの中から可能なものを極力減らしたり避けるということで、認知症を予防したり備えたり認知症を遅らせるということに向けたことがケアの第一歩というふうになりますので、ぜひこのあたりを参考にしていただけると幸いです。そしてここからは認知症発症としては関連が深いキーワード、フレイルという言葉について解説をさせていただきます。このフレイル、最近特に言われるようになったんですが、高齢者の意図しない衰弱ですとか抗議の機能減退状態というふうに定義をされています。介護が必要になる状態と正常な状態の中間であるという言い方もされています。で、この状態が進行している方は認知症と診断されるリスクが高いということが知られています。さらに認知症だけではなくて、転倒による骨折ですとか日常生活上の問題であったり要介護状態、死亡のリスクも同様に増やすということが言われてますので注意が必要です。で、特に近年はコロナ禍で外出自粛がありましたので、この長期化による影響、これ通称コロナフレイルなんていう言い方もするんですが、これについてもですね、示唆されています。で、このフレイル、あと多面性があるということが特徴として言われています。例えば筋力の著しい低下、これをサルコペニアというふうに言うんですが、それから筋力に加えて、骨、関節など体の身体機能低下を招くロコモと言われる状態、こういったものを含めた身体的なフレイルという側面があれば、さらにうつですとか軽度認知障害ですとか、その MCI を引き起こす精神的なフレイルというところもありますし、さらに孤立ですとか閉じこもりですとか経済的な困窮なんかも含む社会的フレイルという側面もあります。これら3つがですね、存在してるんですが、悪化するとこの3つのですね、垣根がこう低くなってきてしまって相互作用を引き起こすというなんてことも知られています。なので、あとこういうフレイルをやはり招く大きな要因が過剰な安静です。で、過剰な安静は、老化を促進したり肺葉症候群の進行にもつながりますので、結果的に寿命を縮めることにもなりかねませんので、このあたりもぜひ注意していただければというふうに思います。ただその一方でなんですが、このフレイル、
適切な栄養素摂取と運動によるしかるべき介入によって、実は生活機能の維持を向上を図って再び健康に戻ることができるという実は側面もありますので、やはり早期発見と普段からの備えというところが重要な対策というふうになってきますので、ぜひこのあたりも含めて参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。